はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では三国志13 PK 続きをやっていきましょう。まあ、前回ですね、中山で賊を打ち果たしたことによって、さらに武名が轟いたわけなんですが、次の目標であるですね、賊将になるためには何が必要かというと、まず武名が500以上ということで、あと43、これはまあそのうち達成できるでしょうと。であと悪行の武名以来の達成数が5以上ということなので、悪行のね武名以来が起きないことにはちょっと話にならないので、少しね悪行の武名以来が発生するようにいろいろと悪さをしていきましょうっていうところからになります。ではまずはですね、略奪の限りを尽くしていきたいんですが、その前に徴兵を滞りなくやっておきましょう。報告します。略奪するにはちょっとまだ手勢が戻ってきていないので、徴兵からやっていきましょう。報告します。であとは余っている信書はバシバシ送っていきますね。そしたら手勢が戻ってきたので、略奪の限りを尽くしていきましょう。申し任せな。さあ礼を踏んだくりましょう。160も金を民から奪ったのか。さあじゃあ武名依頼を受けていきましょう。とはいえこれはきっと武名依頼ではなく単なる依頼なんだよな。まあそれでもこなしていきましょうか。お、知力が上だな。これね結構難しいんだよな。時は来た。強いね。これは金を踏んだくられる可能性があるな。事実まずいな。定山のこれこそ決まる。そういう言い方。挑発で最後に主張を打ってどうだ。どうだ。引き分けか。危ない危ない。げ。2628も奪われたの。いやそりゃないだろう、引き分けだったの。またここでも弁舌か。知力は60、ここは確実に勝ちたいな。時は来た。ぐは。なるほど。結構読んでくるねこっちを。時はこちらの。なるほど。時はこちらの。まずいな、知力60の商人に完全にやられた。なるほど。なるほど。何も言うことができないね。まあせっかく来たので調査でもしていきますか。やるぞ。
考えがある。まあ中山だったらいいかな、せっかくだし。あとは略奪ですね。信用でも略奪をさせましょう。報告します。さあ行こう。以後よしなに。さあ賊は打ち果たしましょう。命が超支流の槍受けられるか。張羽はもう圧倒的な武力を手に入れたな。一騎打ちならもうそう負けることはなさそうですね。あとは武名依頼がね、早く発生してほしいんだよな。悪名の武名依頼が。ちょっとじゃあ本拠地に入って、よくおいでくださいました。たまにはそうだな、拡張でもするか。紙幣最大を増やしましょう。やるぞ。あとは同志たちにひたすら略奪をさせていきましょう。そこなったぞ。申し上げます。うん、張良軍から貢ぎ物が来ましたね。なんとか悪名の武名依頼が起きてほしいんだけどな。
さあ、じゃあ南比に行ってその竜の決心とやらを見極めましょうか。よろしくな。お、元気か。ちょいと考えたんだが。いやー、上位を受け徴用軍の君主になるか、やめときましょう。まだその時ではない。じゃあ超支流脅し、さあこれ勝てるかだな。結構読んでくるからな。まあ主張から入りますか。まずはまずいな。まずい。これは競争に言いくるめられるパターンだぞ。なるほど。やるね。結構難しいんですよね、絶戦に関しては。報告します。質ありがとうよ。こうなったぞ。ありがとうよ。手勢の訓練も入れときましょう。報告します。お、賊が発生したな。そしたら早速ですが賊の討伐に入りましょう。近いし言うことなしだな。報告します。これでさらに文明200を獲得できるので、まあ、かなり大きいですね。やっぱり文明を獲得できるというのは本当にでかい。そしたら、まあ、特にねこの辺りは正直言って作戦も何もあったものではないというのがあるので、敵の本拠地を落としましょう。今だ、火をかけよう。お前ら、ここが踏ん張りどころだ。なんか自らも火に当たってるようだけど。お前ら、ここが踏ん張りどころだ。
けよ。さあこれで決まりだな。これでまた200稼いだか。そしたら手勢は返しましょう。怪しいやつ、何やつなんでしょう。旅人をどうしますか。もてなしましょう。身ぐるみを剥がすと、マジで怖いな。申し上げる。かしこまりました。略奪を行ってはくれまいかっていうのもね、なかなか言えたセリフじゃないですよね。悪名の武名依頼が全然発生しないな。それにしても悪名の武名依頼の達成数が5以上ですけど、悪名の武名依頼がそもそも発生しないと何もできないね。もう任せな。まあ、趙雲自ら略奪を行ってますけど、悪名の武名依頼をガシガシやっていきたいんだよね。おかわりありませんか。すまない。許さん。前に出る。そこ。この趙雲の前では一撃だな。ありがとう。申し上げる。任せな。さてこうなったか。さっきまで略奪をしてた時に許さんって言われて一騎打ちをしてたのに、任務を助けて親近感が上がるっていうね。すまない。考えがある。内密の取引って言ってもな、今欲しいのは悪名の武名依頼なんですよね。
申し上げます、気が乗らぬ。あなた、いや誘われといて気が乗らんってどういうことだよ。さあガシガシ略奪を働いてきてくれ。略奪がね、唯一の収入源ですからね。悪名の文明依頼が欲しいんだけどな。これ絶対いいことだからね、この文明依頼は。やめましょう。同志に引き入れられる人材ってもういないからな。いやー、この俗称になりたいんだけどね、早く。そのための悪名不明依頼だよね。悪行の不明依頼。なかなか悪行の文明依頼が舞い込んでこないからな。よくぞ参られた。申し上げ、気が乗らぬ。改めて聞いてくれ。さあどうするか。略奪を繰り返すしかないんだよな。他に何かいい手立てがねあればいいんですけどね。そのさっきから言ってる悪名の不明依頼が。なんとか悪名の不明依頼が来てほしいけど。そうなんですよ、族との生き方についてお悩みのご様子。いやいや、それは分かってんだけどね。なんとかね、この俗称になりたいんだけど。お、移民が発生したね。移民族が。これは打ち払いましょう。じゃあちょっとその俗称の悪名依頼の達成をするために多少なりとも頑張るにしても、まずはこの俗称を討ち取るところまでは進めちゃいましょう。
告します。さあ動員に7日間かかって進軍までにさらにもう何日かかかるな。良い日和ですね。提案いたします。これはまた上位の誘いか。いや上位はまだ受けないよ。今やりたいのはそんなことじゃない。ただちょっとここで問題が起きてるね。先に炎将軍が戦っちゃってるから、どっちが勝つのか見極めないとダメだな。まあ、同じ行で略奪しようとしてるという意味では異民族も自分もあまり変わらないな。報告します。どうかな、異民族の方が負けそうな感じがあるね。これはします。さあこれはもうちょっとここで待っててもしょうがないかな。解散しましょう。やるぞ。本当はね、趙雲が異民族打ち果たしたかったところですが間に合いませんでしたね。また吹っかけたけど、これもな、結局その悪名の武名以来にはならないからね。悪名の武名以来でさっさと俗称を名乗りたいところなんだけどな。長領軍が滅びたか。まあしょうがないよな、炎将軍相手では。もし母はい、というところでちょっとですね、まあ、次回までに少し悪名の武名以来の達成方法を確認しておきたいなというのと、今後のね、お新たな文明依頼が発生しました。この文明依頼ちょっと確認しておきますか。そうですね、
というところなので、ちょっとその武名依頼を確認して、勢力の全領地で武名を高めると勲章を依附させられますというのが来てますが、まあ、ちょっと悪名の武名依頼を含めて確認をして、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。